はい。では、今週も始まりました。M リーグと学ぶ麻雀。M リーグで河村と学ぶ麻雀ということでね。はい。本日アンケートの結果、大井さん選ばれました。はい。アンケートはね、こちら。大井さん 42%。結構ダントツかな？で、大悟さん。あ、大悟さん普段選ばれてるけど、今日は 24%。はい。で、あとは、まあ同じような感じか。はい。ということでね、やっと大悟さんの呪縛から解かれましたね。大悟さんとか、まあ、猿川さんとか、菅原さんとか、なぜかそこら辺のメンツは毎回打つたびにアンケート1位だったんですけど、ちょっと今日は大井さんになりましたんでね。はい。大井さん見ていきます。はい。では、あ、まあ、ただ大井さんの場合はね、まあ、ちょっと気に入らないのが、まあ、トップ取り麻雀というより、ちょっとラスカヒ麻雀なんで、まあ、そこに関しては、まあ、ちょっと、広い心で見ていこうかなと思います。うん、ガチでトップ取りの麻雀とはちょっと普通に外れてると思います。初めから。もうこれはまあ、ね。もうはっきり言います。はい。やっぱ大井さんの麻雀もガチのラス、トップラス麻雀というのは基本的に、要はトップとラス、仮にね、10回打って、トップ5回、ラス5回で、プラスになる麻雀。だから、ガツガツトップ、ラスってもいいからトップ取るでいいんだけど、まあ、大井さんちょっとそういう麻雀じゃないので、うん、だから、まあね、そこら辺に関しては、もう初めからそういうもんだなと思って見ていきますけど、はい、あ、てか今日ガリ取ってきた。ちょっとガリ食べながら失礼します。大井さんラス回避だったらめっちゃ強そう。はい、またネムネムがなんか適当なこと言ってますけど。はい、やりますか。はい、イッチさんいらっしゃい。はい、じゃあ行きます。うん。今日はね、ガリーヌで行きます。はい、とにかく、ペーチャドラー、ああ、そうだ、ツイッターだ。ツイッター、ツイッター。ツイッターつぶやかないと。おいちゃん、天をやってほしい。ああ、まあね、そうだね。確かに、天砲とか、ね、まあ、ジャン玉はあれだけど、うん、そうですね。天砲やってほしいです、確かに。まあ、なかなか時間もね、かかるんでね。やるとなったら、がっつりやらないと、大井さんの立場だと、その軽くやっても意味ないやん。結局だって、打数が必要だから、ね、やっぱ地獄とか引いちゃうと上がらないんで、ね、6段で、仕事忙しくなってずっと6段とかさ、なると、やっぱ大井さんからするとちょっとプラスないので、なかなかね、もうやるとなったら本当にこの1年ずっと天砲やるぐらいにしちゃわないと、天砲だったらまだ6段じゃんとか、そうなっちゃうんで、大井さんからするとちょっとメリットがね、著しく低いのかなっていう感じはするけどね。大井さん昔やってたか。M リーグ引退したらジャンタマやるかもって言ってた。ジャンタマやってもしゃあないの。アサミンと自分を比較して天砲やったけど、からっきしだったとか昔ツイートしていた。ほう。わかりました。確かにそうですね。うるさい周りのせいで。そうそうそう。だから、別に、ガチ勢は、少々大井さんが例えば地獄飛行が何とも思わないし、適応もね、初めはできないもんだと思うから、メンツが違うんだもん。普段のフィールドとね。だから仕方ないし、長い目で見るんだけど、ライト勢の方が、うん、6から7に全然上がれてないけど、とか言い出すからね。うん、あ、企業的なつながりね。了解です。はい、じゃあ、見ていきましょう。とにかくペーチャドラスピンで、手配はまあ悪くないね。はい、普通に行きます。はい。まあ、チュンで。まあ、大井さんは言いそう切るけど。まあ、ハイパイでこれか。うん、まあ、普通に面前でリーチいけそうだし。まあ、チュン切りたいなと思います。大井さんは言いそう切るけど。はい。うん、まあ、E ピン切るならいいそうで。3ピン引いた後の数ピンとか、まあ、数ピンはこっちで立つできるけど、3、4って引いたら、うん、まあ、2、3、2、3、4でもいいけど、うん、出てっちゃう可能性あるんで。ほんで、河村本人乗ってるやつ。あ、そうですね。
そうですね。はい。で、うん。てか、マンズの引きがすごいな。はい。ここで、いや、マジで ?6 チッパーもあるけどね。本一の方見るんか。いや、普通に吐くで。うん。チーソーローソー引いたらリーチ3色イーシャンテンだしな。チーズ方向って言ってもピンズ両面だしな。ピンズグ系だったら、まあ、わからんではないけど。うん、まあ、白がいいと思います。はい。まあ、一応もうここでイーシャンテンですね。カンサーマンウパーピンイーシャンテン。チーソー何しとんこれ。こんなもん小さいたら俺なら恥ずかしくてっていうくだりはいいよ。ちょっと今その気分じゃないんで。そのくだりやめます。はい、小さい、裏メット。はい、リーチ入った。これが老僧だったらおもろかったけどな。はい、まあ、自分親でもないし、ドラもないんで、結局まあ、一番嬉しい3番引いたとこで、ピンフのみしかならないんで、まあ基本ベタ折りで。まあ、白引いて、あ、白切って、ちょっと粘るのか、まあもう完全に抜くのか、どっちなんでしょうか。白は切る。はい。ここでトーンは切らない。トーン通って。はい。まあ、ここでベタ折りかな。はい。ああ、まあ、そんな崩れてないか、形。まあ、いいか。想像高いからってこと？想像？いや、そんなん関係ねえわ。こんなところで想像高いもあるかい。うん、まあ、単純にだから本一方向とか見たんじゃない？まあ、マンズも連続系だから、うん。まあ、だから、まあ、40目って早いからな。まあ、早いからこそ鎮逸見たって言うんかもしんないけど。ピンズの両面ぶった切って鎮逸に行くのがあんまり俺はちょっと見えないかな。うん。え、じゃあそんな感じ。高い安いとかは、ちょっとわからないので。はい、とにかく一本場。ドラウソー。一応、まあ、教託は先天だけあるけど。はい。まあ、ドラウソー、まあ、使える、ドラだしね。まあ、普通に行きましょう。はい。南平切って適当な感じで、9ピンからか。まあ、ちょっとこれも本一にならないんで、まあ、南平で。自敗持ちすぎだな。うん。まあもちろん初戦恥じ合いの9ピンだけど、まあ丁寧に手作りしたいな。うん、まだトン2で、何も点数状況もないんで、普通に手作りする。何ペイ切る。はい、初見さん、口笛お願いします。口笛ね。今日ね、僕、ショート動画、口笛ショート動画上げたんでね。はい。見たい人は見といてください。地球人は真似しない方がいい。うん、そうだ。少数詞。いや、少数詞は見たわけではないと思うけど。まあ、普通にただコンパクトに。はい。はい、ウーピンヒッター。うん、まあ、これもだからもう普通に、これはペーからかな。なんじゃなくてペーで。あ、これはペーか。うん、さすがに1級の孤立者はいけるけど、2、8は切らない。はい。あ、口笛とか面白かった。ありがとうございます。3層ヒッター。まあ、もうこれも何も考えず、なんで。まあ、大井さんはパーソー切んのかね。うん、まあ、普通でいいんちゃう。二刺しとかあるけど。まあ別に普通に行きたいかな。ローソー。パーソー切ってローソーどうするんだろうね。まあ、パーソー切ったらローソー切るんか、切ると思います。うん。嘘ヒット。まあ、だからまあ、こういうのも全部ちょっとフォローしたいので、パーソーローソーとか全部持ってね。
まあだから、まあ大井さんはちょっと伊達さんみたいに核兵器切れたら、らするけどねとかそんな嫌味はちょっと言えないけど、ジャンルは違うので伊達さんとは。ただまあちょっとそんな嫌味も言いたくなるぐらいの、ああまあこんなコンパクトによって勝ててるうちはいいけど、ああやっぱまあ普通にパソロソとかちゃんとケアしながらな、手作りしていかないとな。3層切るんか。ウーソーもう1枚引いてとかは、まあ、ウーソー引いても関数層2枚切れだけどな。まあまあまあ、ここで3層か。これ結構何しとん。結構何しとんだけど、ちょっと大井さんの場合は、俺の勢いは弱まってる可能性あるんで、大井さんのね、信者も多いし、リスナーがちょっと厳しく言ってください。まあ結局やっぱり結果残してる人に対して言っても、いや、それでも勝ってるじゃんって言われた時に俺がね、まあ、そんな強く言えないとこもあるんで。はい。はい、シッシアさんいらっしゃい。で、これはまあ、ドライチやって、まあ、まだ普通にナン切りたい。まあ、ただこれもチーピンとか切るかもな。この手組み見てるとな。チーピン切るんちゃう？だろうな。もう分かった分かった。じゃあ、大井さん体調崩したら俺が大井さんの着ぐるみ着て出るわ、M リーグ。分かった分かった、もう。これチーピンね。まあみんなからしたらよく分かんないよね、多分ね。え、チーピンは切らないんじゃないって思うんでしょ？違うんだね。チーピン切るんだよね。なあ、この打ち方なんで。現に今日体調悪そうだった。あ、体調悪そうだった。まあいや、まあ体調悪そうっていうのは別に俺もそんな、体調悪い人にね、そんなに強くは言えないけど、まあただまあ一応体調管理もまあね、一つなんでね、プロとしてね。ラス回避だとこういうのありな。ラス回避だとこういうのありか、チーピン。いや、ないな。ないっていうか、切らんちゃう。切る、ちょっと待って。天保ガチ勢でここからチーピン切る人いるかってこと？いや、いないような気がするかな。3万出たら泣きますか？3万は泣きたい。もう普通に2000点でかわす手順でね。3万は泣く。泣きたいというか泣く。泣くしかない。はい。で、まあ、ここら辺になってくるともうちょっと神茶が怖いので。はい。で、この赤嘘もさらされたんでね。まあこうなると自分ちょっとリアンシャン点なんで、そんな別にまっすぐはいけない。はい。まあ神茶には補充したくないなっていう感じのテーマになってくる。はい。ヤンピン。四統一か。まあ、難々切っていくんじゃないかな。他の候補って言われてもちょっとあんま浮かばないんでね。まあ、なんなんでいいと思います。はい。で、神茶、ね、はい。大悟さんが、まあ今のはね、ちょっと筋にもなってたし、ついてないというか、はい。まあ怖いよね、やっぱ赤リマージャンね。はい。大悟さんが中林さんに、報酬して、なんちゃドラ9万。まあ、普通で。はい。チュン切って普通に行きましょう。あ、トン中津か。まあ、泣いていきたいかな。ターツも一応あるし。面前でね、リーチ打てるかって言われたら、ちょっとかなり、微妙なんで。まあ、点数へこんでるわけじゃないんで。まあ、トン泣いていきたい。で、まあ、俺はローピン切ります。泣いた場合ね。はい。嘘。ちょっと本一とか、チート目見えてきた。4統一。はい、ローピン切って。ここでメンツできちゃったか。まあ、ペンチャン払うでしょう。はい。
新茶払っていく。この数ピンは丁寧に残していく。これは残すんだ。急走ね、めっちゃ安全ね、全員ね。まあこれはちょっと意外というか、ここまでの打ち方とか見てるとね。まあただまあこれあれか、縦受けのチートイか。急走2枚切れだからね、そっちか。はい。じゃあ行きます。まあこれはまあ普通になったかな。はい、まあこれも数ピン切ってまっすぐ行くだけの話。はい。あとはまあ次のトンに関しては、ポンしたら完全にシャンテンになるんで泣くんじゃないかな。いや泣かないのかな、先手だと。Mリーグマージャンだと泣かないのか。トンマナ。泣かないのか。はい。いや、そうか。まあ一応、ウーソーが一枚切れなんでね。リアンソーかウーソーで、まあウーソー切るっていう選択肢もあるが、リアンソーね。はいはいはい。まあちょっとあんまりやっぱやる気なしという感じかな。どっちみち面前でもリーチのみ。ただ、チートやるんだよな。チートここで完全に捨てるのか。まあパンパンでいいんちゃう？単純に数層引いた時に面単品のシャンテンにもなるしな。まあちょっとここのコンパクトはまあ弱気かなと思いますね。まあドラ見えてないと言ってもドラは端牌だしね。で、まあ一応リーチ来てもトンの2枚安牌ある。で、あとは数層引いたり。数層引いたらまあそういう面単品のいいシャンテンと、まあもちろんリアンソー来て数層引いてもいいんだけど。まあそれはいいか。数層引きはいいか。数層引いても別にトントンって落としたいかって言われたら微妙だから3面茶になるし、数層はいいか。まあ、やっぱ縦受けのチートイか。まあ、縦受けのチートイやっぱりちょっと消したくないなって感じでした。で、ヤンソー切った。チーマ。まあ、普通の人はチートイシャンテになってるわな。で、チーマ引いたらまあ、数万切るんちゃう？ここでシャーって言われたら、その前にシャーじゃないってなっちゃうから、数万切ると思います。なんでリーチ入った？ちょっとなんか不気味なリーチですね。ちょっとなんかもうシャーも切りたくないなっていう。リーチ入った。はい。一応脇は降りてるような感じの。おぉ。まあいいシャンってなったけど、まあ、とりあえずは現物のシャア切って。で、ハックは2枚切るか。だったらまあ別に、テンパイぐらい取れるかもな。ああ、これでまあ終わっちゃったか。まあこれで2枚切るのハックもおそらく切らない。ここで、ソーズマンズどっちか切って、いくかな、はい。あ、ハックは切るんや。いや、俺はいいと思います。はい。白切りは。俺も白切ります。二枚切りの白ぐらいは、こんなもん。あ、白通ってんの？あ、これ通ってんだ。てか、ネムネムお前言い方は注意しろよ、本当に。なんでタメ口やねん。通ってますよだろ。はい、二軒リーチ入った。はい、まあベタ折りしていくだけ。ここでテンパイか。イースチーソー。まあ街はめちゃいいが、リーチイペイコドライチ。いやーこれ面白いな。これおもろいな。いや、多分もう行かないんだろうけど、普通にローマン切るだろうけど。おもろいな。ちょっとこれはまあ、鉄理の人もいる？そうっすね。ドブロン、ああ、そうかそうか。確かに確かに。M リーグダブロンなしだから、まあ確かに。それも一つあるか。はい。天本感覚だけど、これはいけない。まあね、かなり厳しい牌ではある。
鉄折り、ラスベガスか帰国した。ラスベガス行ってた人か。お疲れ。トン切ってもケイテンはいける。いや、トンは切ってもケイテンいける。トンも切らないよ、多分。これはちょっと遠い面に怖すぎて。はい、じゃあ行きます。トンは中途半端、トンは中途半端だなぁ。はい、まあ、ローマンになるでしょう。ウーマンで見てます。トップ取りなら、まあね。はい。はい。まあ、ちょっとこれはまあ別途折りなんで。はい。一応、下茶に当たっていた、トイメンには、あ、トイメンが振ったんか。トイメンには大丈夫でした。はい、トンラス親ドラガースーピン。もうダブトン赤か。はい、最強の手配。あ、何キル。まあ、これはまあ多分ないでしょう。はい、イーマンキル。イーピンか白キル。イーピンキル。リャンマンキル。急走キル。ここで。ダブトンポンして、まあ一応イーシャンテンだけど取らずで2ピンか。表示合3ピン。いや、まあそれは2ピンは切らんわな。まあ普通にシャンテン取ってチーマン切るんちゃう ?98% の人が。チーマンでいいかなと思います。はい。パー装置。パー装置。パー装置。まだ難しいな気するな。あ、シャンテンか。ネムネムコメント無視したら自分で訂正していくナイス。まあ一応ね、ドラね、3枚使いたいというわけの手配じゃないから、あれだけどね。別に2ピン切ったらチーピンでドラ出てっちゃうって言っても、まあダブドンドラドラなので、別にドラが出てくことはいいんだけど、ナイターとスーピン切る。あ、ナイターとか。あー、これですね。確かに引っ掛けそうですね。これはスーピン切りそうだ、さすがに。もうダブトンドラドラあるし。やっぱドラ切って感じピン強いんでね。はい、スーピン切るわ。スーピン切るね。はい。大井さんはドラ表示はこの世で一番悪い街。そういうのは知らないけど、思ったことないんで。はい。恨めたか。神茶がすごいケアしてるなら、いや、ないか。ウーピンしかないか。まあ、一応、現物スーピンだから泣けるとか、そういう、違うな。ちょっとこれは違うな。それではないな。あ、結局、パースは泣くかどうか。パースはまあ泣くな。まあ、ちょっと、リアンピン切りからのパース落ちが、なんかちょっと違和感はあるというか。でも、まあ、泣きますね。泣きます。泣きます。まあ、結局、2ピン切ったからなんかちょっと違和感あるだけで、普通に手配だけ見たらパーソーは鉄地かなと思います。はい。で、まあ、ウーピン恨めてしまったけど、まあ、これは仕方ない。はい。チーマン来たとしてパーソー泣く。あー、チーマン来てもパーソー泣くね。やっぱポンザイでかいもんね。泣くわ。泣く泣く。泣いて2ピン切る。2ピン切り以外、2ピン切り以外は違和感ない。2ピン切り以外はそんなないからな、選択肢がない。また数ピン引いていく。まあまあ、これはまあ、しゃあないな、これ。まあ、しゃあないというか、まあ。はい。ローピンツモは、ツモ切りだね。はい。これもツモ切りだね。どうしようかな、これ。もうこんな終盤か。ローピンか。いや、違うな、これ、チーマンか。これ、むずいなぁ。ちょっと。チーマン、順目深すぎるな。まあ、一応、ちょっとその、順目が早ければ、
ここでわざわざ革作ってんのに、最終手出しパーピンにして感知ピンとか絶対したくないんで、普通はつもぎるんだけど、まあ普通はというかその順目が早ければつもぎるんだけど、いやローピンも切らん、絶対ウーワンか中ワンだけど、ただこの順目だからもうこっから上がろうとかよりはテンパイ取りたい方なんで、やっぱパーピンはポン材としては一応引っ掛けになってるんで、だからパーピンやっぱ切らんな。まあいや、パーピン切るかもしれない、これは。うん。これに関しては。別に実戦だとやっぱりその意識が強いから、もうカンチーピンは固定で、やっぱ強い街にしたいっていう意識があるから、うん、確かにパーピン切るはめちゃくちゃあるんだけど、ローピン切るはないわ。うん。これはもうマジで。100%。まあ 100% はないけど。うん。大井さん、切らんし、俺も切らん。ローピンはやっぱり。ローマン投げる確率、チーピーパービー投げる確率が高いからチーマン切りたい。うん、いや、だからチーマンか、だからウーマンがむずい。うん。ピンズはさすがに迷ってない。ただ、パーピン、つも切りは普通にあるな。ただ、まあ、やっぱり順目深すぎるんで、こっからダブトーンの仕掛けはやっぱり周り警戒してるんで、やっぱパーピンポンの経点はちょっと捨てたくないんだよな。だからまあ、立ち止まって冷静に考えるとパーピンは切りたくないってなるんだけど、やっぱ打ってる時は、ローピンつもぎったのと同じ感覚で、最終的にここでパーピンとどめちゃうと、まあ例えばパーピンとどめてチーマン切って、で、ウーソーとかウーマンポンして、例えばパーピン切ってカンチーピンしたら、せっかくカンチーピン良くしてんのに、最終手出しパーピンになっちゃうから、だからパーピンつもぎるかもしれないんだけど、まああくまでまあ、今こうやって立ち止まってゆっくり見るとなると、ウーマンかチーマンどっちにしようかなっていう感じなんだけど、ウーワンで、ウーワン、俺はウーワン切る。大井さんはウーワンかパーピン、どっちだろう。これはな、俺はパーピン切ると思うな。大井さんはパーピン切ると思うけど。ノータイムでつもぎる方が強く見える。うん、それはある。はい、じゃあ大井さんパーピン切ると思う。はい、俺はウーマン切る。はい、どうしようか。うん、まあまあ、うん、パーピンだ。で、あ、SSN でした。こんばんは、チーマンかウーマンなら山読みでわずかにローマンの方がいそうなので、チーマンかウーマン？ローマンの方がいそうなので、ウーマン切り。ローマンかウーマンね。ローマンかウーマンなら読みでわずかに。まあ、そりゃそうやろ。枚数が倍ちゃうやん。単純に。ローマン4枚でウーマンが2枚でも。うん、全部ポン点取れる形、方が強そう。んー、いや、強そうなんだけど、M リーグの場では、やっぱウーマンとかもそんな簡単に出ないから、やっぱチーマンとウーマンだとやっぱ俺はウーマンだな。純粋枚数で。これがだからネットマージャンとか別に、普通に、何でもかんでも出るメンツだとポン材重視したいのはわかるんだけど、うん、これ脳天宣言恥ずかしい。いや別に恥ずかしくないですよ、しゃあないよね、もう。うん、はい、アンダーさんいらっしゃい。そういう人はマリからポン材出ないやろと思ったら大悟さんがちょいちょい押している。うん、はい、300カーは負けた。うん、はい、コピーなし。うん、モモッタさんいらっしゃい。河村門で振り点はそこまで恐れないって学んですが、イーシャンテンの今の大井さんの裏目は、振り点スチピン受けを残しませんか？まあ、イーシャンテンとかなっちゃうと、これは残さないね。他に切るもんないから。パーピン切るってこと？まあ、いや、ちょっと、もう一回見るか、じゃあ。はい。で、ああ、カンチピン行って。で、チーマン。で、うん、はい。こんな感じでした。はーい。で、じゃあもう一回だけ。これ、トンバ終わった？終わったか。じゃあもう一回、じゃあ、ちょっとウーピンね、裏めたとこ。どうするか見ていくか。ここでウーマン、ウーピン引いて、ここで、どういうこと？ここでパーピン切るかってこと？あー、いや、でも、おもろいな。M リーグの場だと、アーリーかもな。そんなぬるい牌が出ないっていう意味で。いやでもやっぱな、カンチーピンがこれな、ちょっと固定が強いから、一応やっぱこれはちょっと俺もウーピンしか切れんわ。うん。
でも例えばだけど、神茶がもうこの瞬間にベタ折りしてるっていうのが分かったとしたら、まあ、まあ、それだとしてもドラだからね、数瓶がね。うん。まあ、そういうのもあるかもしれないけど、ちょっと今回は違うかなと思います。やっぱイーシャンテンなんで普通にウーピンっすね。ウーピンしかないと思う。アキさんのリチャンだ。わかりました。じゃあ最後にアキさんのこの曲見て終わりますか。アキさんがここでイーシャンテン。わざとも、いやいや、全然。シース。うん、まあでもアキさん、メンタンドライチってこと？まぁ、ちょっとここら辺の手組みはいいか。リーチハンダー投げ見ますか。あ、こういうテンパイか。メンタンドライチね。まぁ、それリーチやろ。うん、打点十分だし。リーチで。まぁ、数層も取ってるし。あ、スッチ層取ってるし、両方。うん。あ、これがダマで、ツモか。マンツモが1200。だまあこれがだからもう、メンタンドライチで打点十分なんでね。だからこういうのリーチ打たないとダメだな。ダブトン怖いとかそういうの関係ないんで。まあ、神茶の現物に3腕があったら、それはダマにしたいとかいう気持ちになるかもしれんけど、別に神茶の現物3腕でもないし。まあこんなんダマで積もってるやつダメだな。まあこれもだからまあ、みんながね、別に、本当に勝ってほしいと思って見てないからイライラしないんじゃない？まあ、それこそ金かかって競馬みたいにさ、二階堂あきちゃんに金かけれたらめっちゃイライラするよ、多分これ。ああ、黙り積もったら。まあ、しょんごらっていう感じだな。リアン商標試合にいるとしてうらうら。まあ、それね。それ毎回俺が言うやつ言わなくていいから。口笛のショート見たら、ありがとうございます。カンちゃん、ペンちゃん、リーチかけられない。手形素晴らしい。このぐらい順目が立ってても、まあ、順目立ってもリーチした方がいいな。順目立っててもってまだあるしな。残り4回積もあって、配定あるね。まあ、こういうのはだからもう、科学する麻雀とかで決めていいんじゃないかな。普通に、表面の、期待値で。そうそう。だから、まあ、これはわかる。ずれてる。まあ、ずれてると思うな。はい。まあ、じゃあそんな感じでいいかな。はい。とりあえず、トンバの多いさん見ていきました。なんかあったっけ？まあ、ただやっぱ多いさんはな、やっぱ他のプロに比べても、まあ、渡辺さんみたいに、ほぼ打牌同じってそうはならんけど、まあ別に、理解できる打牌はまあ、M リーグの中ではまあ、多いかなっていう感じかな。まあ今回もまあ、なんかあのパーソー切りとか他なんかあったっけ。まあまあこれ一応リアンピンか。それぐらいか。アキさんこれダマ引いてたら何折れる？つもぎり手出し見てるとするとなぁ。テンパイじゃない可能性の方が高いしな、これ。ギャンピン、スーピン切った後に全部つもぎりだもんな。他のね、主要な牌をつもぎってたりしたらちょっとテンパイ率上がっちゃうけど、マンズとか、ソーズのど真ん中もさ、つもぎりの中に含まれてると、テンパイ率上がるけど、つもぎりだとしても。ちょっとこれね、ただただ裏目っていうか、なんか ピンズとパーソー吐くとかつもぎてるだけなんで。はい。やめになったらリーチ打つんですけど、受けたら黙っちゃいます。いや、ダメです。大井さん、伊達さん、どっちがピンで同卓したくない？それは大井さんに決まってるやろな。何分かりきったこと聞いたの？はい、ファインさんいらっしゃい。秋の映画でも、フリーのおじさんに、そんな麻雀ふざけんなって怒られていた。秋の映画？映画があるんだ。昔の映画？はい。
じゃあそんな感じでした。はい、以上です。はい。ナンバーの方は一応メンバーシップ用にしてるんで、月額90円のメンバーシップにしてるんでね。まあ、ただそんなにまあ僕、メンバーシップじゃない方でも1日 1時間以上動画上げてるんで、はい、まあ皆さんも早く寝てくださいもん。この動画見たら、次の動画行かずに。ショート動画とか見てね、夜更かししちゃうけど、俺も。ひたすらショート動画見てな。事故の映像みたいなやつ。そんなんばっか見てな。早く寝ます。うん。はい。大井さんは、伊達に30年麻雀してないですもんね。はい。うまいコメントが来たとこで。はい。じゃあ、ありがとうございました。